ヒラノ仕ファンの質問にも天然回答炸裂。夕方って何時でめでたく、トレンド入り。人気俳優であり、元キングプリンスのメンバーであるヒラノ仕様、ヒラノ、翔さんが、自身のインスタグラムを使ってファンからの質問に答えるという面白いエピソードが話題になっています。彼は常に自然体で、可愛らしい天然な回答でファンの心をつかんでいます。さて。 その興味深いインスタライブの模様を見てみましょう。平野紫耀さんは、ある日の正午頃にインスタグラムのストーリーに、夕方黒枠から質問のやつやろうかなと投稿しました。これに対してファンから興味深い質問が寄せられ、中でも一つの質問が、ちなみに夕方って何時笑いというものでした。ファンからの予想外の質問に、平野紫耀さんも笑いながら返答し、夕方って具体的に何時なんだろうね。 と天然が反応を見せました。この天然が回答に、ファンたちはさらに盛り上がり、ツイッター上では、紫、輝くの夕方というワードがトレンド入りしたと言います。彼の天然パーソナリティはファンにとって愛おしいものであり、彼の人気が再び証明された瞬間でもありました。インタラクティブなコミュニケーションを楽しむ平野紫洋さんは、続いて投稿されたファンからの質問にも楽しく答えていきます。例えば、 ファンから、ペペロンチーノ食べたい。というメッセージがあり、これに対して彼は、中学の時何を思ったかわからないけど、ペロペロパスタくださいと言って、めちゃくちゃ気まずくなったのを覚えてますと微笑ましいエピソードを披露しました。ファンとの共感を込めたエピソードに、さらにファンの心はときめいたことでしょう。その後も、今から今日と来れる一緒に、ハンナリシオとファンから誘いがありました。彼は、 めちゃくちゃしたいと返答しながらも、あんなりって何下ネタじゃないよね。笑いと聞いてくる姿勢がまた愛らしく、ファンとの距離を近づける機会となりました。平野紫耀さんの魅力は、彼が自然体でいられるところにあるのかもしれません。多忙な芸能活動の中でも、ファンとの交流を大切にし、親しみやすい一面を見せることで、彼の人気は不動のものとなっています。天然な回答に加え、 親しみやすさや笑顔も魅力の一つであり、ファンだけでなく多くの人々を引きつけてやまない存在となっています。平野紫耀さんの SNS を通じてファンとの交流が活発化する中、彼の次なる活動にも期待が高まります。俳優としての演技力や歌唱力、さらには彼自身の個性が光るバラエティ番組など、幅広い分野での活躍が楽しみです。 ファンからの質問に対して天然な回答を見せる平野潮さんの姿は、これからも多くの人々に笑顔と感動を届けることでしょう。彼の明るい未来と新たな活躍に期待が高まるばかりです。ファンの皆さんも、彼の SNS をチェックして彼の魅力に触れてみてはいかがでしょうか